張りがいるな。ただの研究所にしては厳重すぎる。せやろ、やっぱ怪しいやろ。どうするの、倒して正面突破する？いや、入り口にいるのは一人だが、騒ぎを聞きつければすぐに増援が来るだろう。可能なら気づかれず潜入したいところだが。しゃあないな、ここはうちが一肌脱いでる。ユナ、どうするつもり？まあまあ、おとなしゅう見ててや。あ、ちょっと。普通に出て行っちゃった。何か考えあってのことだろう。俺たちは一旦待機しておくぞ。誰だ？こんにちは、ご機嫌よろしゅうしてはります？あの、突然こんなこと言うと軽い女みたいでほんまは嫌なんやけど、うち落ちてもうたみたいなんよ。恋？え、それって。返事は言わんといて、もう分かってるから。あなたのような立派な兵士さんがうちみたいな安い女の相手してくれはるなんて、そんなことありえへんって。そもそも兵士さんには心に決めた人がおるに決まってる。うちが入り込む余地なんて初めからあらへんのや。でもそれでもうちはこの胸のときめきを伝えなどうしようもなかったんや。黙って聞いててくれておおきに。もううち満足やから、さいなら。待て。何？いや、あの、彼女とかいないけど、今は。ほんまに？今はいない、今は。だから。優しいやな、優しい嘘。さいなら。あ、待ってくれ、本当にいないんだよ。やったよ、見張りがいなくなった。これで中に入れる。そうだな、見張りの質に関して言いたいことが山ほどあるが、今はよしとしよう。行きましょう、見張りが精神的な意味で目を覚まさないうちに。よし、走るよ。え、うわ、カナタ、大変、カナタが穴に落ちたわ。穴？穴にか？なんだ、このどこかで見たことがある光景は。そう、ここ下が沼になって、助けて。カナタ、捕まって。助かった、ありがとう、ミゼラ。何の騒ぎだ？ん？誰だお前ら。見つかった。ああ、もう、せっかくユナがうまくやってくれたのに、俺のせいで。こうなれば正面突破しかない。行くぞ。